くれてありがとうございます。あの、こんな格好ですけど、今日もたくさんお話ししてくれたら、とっても嬉しいです。お、おはようございます。私ぐっすり寝ちゃったみたいで、今日はちょっとお寝坊しちゃいました。そんな日も、ありますよね。 あの、オムレツ、好きですかお昼に食べたいから作ろうかなって。あ、パジャマのままで台所に立ったらよくないですよね。あ、聞こえましたかもうカラスが鳴く時間なんですね。三日月荘に来てからは、 一がとても楽しくて、一日があっという間です。は、はぁ、あはあはあはあ、すみません、あくびが出ちゃいました。そろそろ歯磨きしましょうか。あと、お布団を直して、明日の準備もしましょう。 今日見た夢が、すごく面白かったというのは覚えてるんですけど、内容を思い出せそうで思い出せなくて。はぁ、あ、むずむずします。魔女や使い魔と戦うのって、とても怖いから、もっと怖くない姿で出てきてくれたらいいのにな。 なんて、すみません。夜に鏡を覗くのって、何かが映っていそうな気がして、ちょっと勇気がいりますよね。えいよ、よかった。何も映ってない。寝る前だけ、 ヘアピンで髪を止めているんです。私の髪質、ふわふわでまとまりづらいから。あの、変じゃないですか今日はお風呂に入る順番を、じゃんけんで決めてるんです。ちなみに位置抜けの人は、入浴剤を選べる権利付きです。 私、怖い夢ばかり見てしまうから、夜が怖かったんです。でも、今は平気です。いろはさんたちが一緒にいてくれるから。猫の動画をちょっと見て、癒されようと思ったんですけど、夢中になってしまって、気がついたら3時間ぐらい経ってました。 八千代さんが寝る前にチョコレートを食べてて、なんだか見てはいけないものを見てしまった気がします。いや、枕が飛んできました。鶴野のさんが三日月草にお泊まりする日は枕投げをやることが多くて、流れ玉、流れ枕 さんのそばにいると、ホッとするんです。一緒にいて、安心できる人なんて、今までいなかったから、本当に嬉しいんです。食後の紅茶は、ペリシアさんとウイちゃんは、ミルクとお砂糖、イロハさんとツルノさんは、ストレート、八千代さんはレモンで、 私はイチゴジャムかなゴロゴロの柄のパジャマが売ってて、可愛かったんです。でも、子供用のサイズしか売ってなくて。ま、まさか、さすがに買ってないですよ。